さあ、おばちゃんやってきたよ。はい、じゃね。もう説明不要だね。だね。こちらでございます。はい。はい、さあ、今回も朝から満員御礼でございます。はい、五三川。五三川。はい。はい、今日なんか目標ある？いや、ね、まあ、楽しく。ああ、なるほど。別にいつも楽しいんでしょ。はい、このもう、アーリーサマーな感じ。はいはいはい、できれば俺、ちょっとトップで釣りたいなっていう。あ、まあ、それ俺もあるよ。あるよね。もうリグってるから、俺も。トップで今日出せたらいいなっていう感じなんだけども、うん、天気が残念ながらすっか晴れだよ。晴れ。はい。晴れたら晴れたで、ね、はい、楽しく、まあ、この五三川を舞台に、二人で今日も、はい、やっていきましょう。はい。よっしゃ、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 健康有料、筋肉質なんだけど。よいしょ。初めてやる、この辺マイクロダッチです。羽を取ってペンシルモード。完全稲っこだな。はい、まあ、朝一はいつもの上流からスタートです。でマイクロダッチピック、多分バスいるとしたらこう足の外側見てるってより足の方を見てると思うから、足とか杭の方、だからできる限り足ギリギリにキャストしてやって引いてこないと、あんまりこう沖に投げても多分バスの視線の反対側にいるようになってるから。タイプレベルの昨日根元まで送り込んで、あと引っ掛けてシェイク。食った、よっしゃよっしゃ。かわいいサイズだけどバッコリ。朝から全然トップオーダーじゃないじゃんね。エグ玉タイプレベルの 2g、まあ、いわゆる吊るしだね。引っ掛けてあげてピコピコ吊るしてたら35センチぐらいかな。わーい釣れた。わーいじゃねえよ。よし、じゃあちょっとここから釣り替えて吊るし。五三川は吊るしとの相性がめちゃくちゃいいからね。エグ玉のタイプレベルっていう、こうラインをこう枝とかに吊るして、あの中層でこう誘う釣りであり、それ用の、まあ、ルアーがこのエグ玉タイプレベルっていう、ね、あのちょっと増水で濁ってるからどうしてもやっぱちょっと岸やりたくなるんだけど、やっぱそれよりもやっぱりちょっと涼しさっていうか、やっぱ人間でいうとやっぱこう風ね、気持ちいいとこ、まあ、ちょっと沖側になんか魚がポジショニングしてそうな気がするんで。出てこい、よし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 、やっぱこういう釣りだな。よし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 、一応すくっとこうか。よし伸びろ、ああよし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 、こい入った。ね、同じようなカバー続いてるんですけど、やっぱちょっとここの部分だけちょっとこう沖に張り出してるんで、流れがちょうど当たってるところにあるカバープラスしてる。お、でも悪くない。東面はやっぱり午前中はこうやってシェードになるん で昼になるとこっちがね、日差しが、まあ、こっちが日向になって対岸がシェードになるんで、まあ午前中かなと思って入ったのが正解でしたね。あ、やっぱ満水だとこんぐらい強い方がいいな。
今投げてるのがねマイクロダッチビッグ。こういう足絡めるとかなんかストラクチャー絡めるときやっぱ羽がない方が絡めやすいのと、スピード感をちょっと出したいなと思って、浅いんでね、濁ってるといえども浅いんで、エビとか食ってんだったらこういうアクションの方が好きだと思うんで。よっしゃ、よっしゃ、いいじゃん。よっしゃ、はい、ねえ真っ黒なブラックバス、健康有料地、いいね、マイクロダッチビッグ。いやー水面出ると嬉しい。マイクロダッチはスス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 に対して、こいつはボディの側面でドン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 ってこう水をすごく強く押してるから、こういう増水カバーに魚寄りがち、さらに濁ってるっていう時にはこっちの方がなんかいい雰囲気だなと思って変えてみたら正解でした。絶対バスでしょ今の、絶対今のバスでしょ。あ、抜けた。うわ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 、エビやってる。よし、よしか。あー、オーマイガー。あー、よし、まずはアビから行ってみよう。うわ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 、こい、見切った、追わせた方がよかった。今のは絶対ちっちゃいですね。さあ午後です。葉っぱがこの風に対して粘ってるってことは、これカレント効いてます。カレントが発生するイコール減衰するからね。岸際のカバー、特に浅かったところのカバーはちょっとトーンダウンしていくと思う。とりあえずやっぱヒルボトップから、まあ、ナチュラルバンク、タイガーはナチュラルバンクで、こっちも、ね、シェード入ってるんで、まあ、ちょっとここからやっていきましょう。ただ思いのほか流れがすごいんだよな、これ。なんかこれ流れとんでもなくない？これ吊るしだけ一発。よし、くった。あ、くっそ、あードラグが緩かった。くったのに。よし、くった。うわー、うっそーだろ。あ、やっぱでも流れがもろ効いてるど真ん中にはやっぱまだ入りきんなくて、流れが巻くところ、でも流れが全くないわけじゃなくて、バラしたバラした、共通してるのはそういうとこだね。わ、ここぬかるみになってる。ここちょっと、ここの角だけ狙わせてください。ここ、くた、おし、くた、おっしゃ、やっぱ中いた。よし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 、よし、よし、狙いに来たとこでいた。来た。ここのワンドの出口にあるあのレイダン、まあ、1匹目釣ったのと同じような状況なんですけど、まあ、ちょっと水深があって、まあ、シェードでレイダウンっていうか、まあちょっと減衰していってね、あのシャローから多分魚消えていってる段階だと思うんですけど、まあ、ちょっと水深があるとこにはやっぱりしっかりあのバスも残ってるって感じかな。よかったね、もう絞ったよロッド。さっきまで2本持ってたんだけど、まあ、同じような条件で、同じような、同じじゃない、あの全く同じルアーで
2匹釣れたから、まあ一つの正解だと思うから、まあなんか草とか尾だとか見つけたら、なんかそこにラインをかけるようなイメージでゆっくり着水させて、ここベール返しちゃって、表層直下でさせておく。くだ、おし、おっしゃ、よし、ちょっと待って、まあ、その風と、まあ、泥をちょっと嫌がってるやつがこういうとこ入ってるかなと思ったら、で、同じぐらい、で、エグ玉のタイプレベルの 3.5 ぐらいにエグ玉。いいね。多分でもあのちっちゃいベイト食ってんのはハスじゃないですかね。よし、食った。あー、バレた。また水がいいんだよね、ここのワンド、このストレッチっていうか、この並び、うん。ほら来た、もう正解じゃ。ほら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 、でかいでかいでかい、今日一、おっしゃ、でかいぞ、でかいよ。これいいじゃん、めっちゃ筋肉質なんだけど。同じような条件、まあ、1匹目と2匹目はレイダウンというか、あの木だったんだけど、まあ3匹目と4匹目この魚は、この足のポケットで、まあ、ここ浅いからあれなんだけども、ここでも水深だともう30センチぐらいね、まあ、そういったところでエグダマタイプレベルの吊るし、エグダマタイプレベルの、まあ朝1は 2.5 グラムで、途中から風が吹いて強くなってきたんで、3.5 グラムに上げて、でそこから3匹釣れてるんですけど、まあね、タイプレベルとかこういったものでカバーとか、レイダウンとか攻める場合は必ず、まあ、強いタックルに、切れないと、ね、まあ、こういったタックルで使ってもらえばなと思います。一番なんかこう水面が騒がしいんで、ここマイクロダッチの羽なし、釣れてくれないかな。おっ、横から出てくるの見えたよ、トップ来たよ、トップ。よしよし、出てくるのが見えた、はい、お題達成だね。まあ、お題じゃないな、目標か、トップで釣りたいっていうね。あやったな、昼からは良かったね、今回はおかかいだったな、ね、はい、はい、昼から何発、昼から4発、はい、はい、俺は4打数4安打ね、はい、はい、4打数0安打でした。キーワードは、キーワードは午前中はもうカレント、うん、あの流れが当たるところだったんだけど、うん、昼からはもう逆、流れが当たらないとこ、うん、巻くところ、うん、一緒一緒、俺も風を避けれて流れが巻くところ、うん、ルアーは吊るし、はい、ルー玉の耐性レベル、はい、はい、一緒でございます。だからすごくいっぱいある正解っていうよりかは、数少ないエリアの数少ない正解、そうだね、うん、まあ、それを、今回は岡ちゃんがいい具合にやってくれました、はい、ということで今回は、6月梅雨時期の、ね、うん、御三川、はい、大いに賑わっております。その中でいい正解を導いた人、はい、ちょっと一歩手前で止まった人、はい、皆さんもよかったらこれをまた何かの参考にしてみてください、はい。